こんにちは、みほです。今日は衣替えをしています。最近急に寒くなってきたので、そういえばまだ衣替え中途半端だったなと思って、今日は続きをやりました。冬用のマフラーとか毛糸の羽織るものとか、モフモフ素材のワンピースとか出しました。あとは半袖のワンピースをしまったり、夏用のものはもういいかなと思ってしまいました。一人暮らしの人ってあんまりアイロンを持っているイメージがないんですけれども、私もつい最近までアイロンは持っていませんでした。ですがこちら、半年ぐらい前ですかね、買って使い始めたスチームでシワを伸ばすよみたいなやつなんですけれども、割と使うんですよね。畳んで入れてあったモフモフのワンピースなんですけれども、ちょっとシワがついていて一生懸命伸ばしております。こちらも何かの毛の羽織るやつなんですけれどもね、これもシワがすごいついていたので伸ばしました。こんな厚手の生地なのに結構シワが伸びるんですよね。仕上げにコロコロをしてクローゼットにしまいます。そして名刺がなくなったので、今日は新しくプリントアウトをしました。なかなか名刺を渡すタイミングっていうのが難しくて、渡せなかったりする時もあるんですけれども、よし、そうなのでなかなか在庫が減らないんですけれども、今回無事に在庫が切れて達成感がありますね。嬉しいですね。こういう単純な作業をするのが好きですね。一人でいつまででも暇が潰せるタイプです。ちゃんと宣伝も入れてあります。そして昨日ふと気がついたらチャンネル登録者数が200人になっていました。飛び上がるくらい嬉しかったんですけれども、200人きっかりの時に200人やったって言うと、例えばチャンネル登録を外した人が1人いたら199人になっちゃって、それだとちょっと200人じゃないじゃんってなるのが恥ずかしいからどうしようかななんて思ってたんですけれども、さっき見たら202人になっていたので、じゃあもう大丈夫かなと思って、区切りがいい時にオムレツを作ったりするんですけれども、今回は200ということで、ちょっと今回はチーズを入れてみました。そういえば最近知り合いの方に YouTube にコメントを書いたよって言われて確認したんですけれども、どうもそのコメントが見当たらず、でもその方のスマホから見るとちゃんとコメントが書いてあるっていう現象があって、もしねそんな感じで他の方のコメントも見れていないことがあったら困るなと思って、ここで言っておこうと思いました。そう、コメントを読んだ時は私ハートマークみたいなやつを押すようにしているので、もしそのハートマークが押されていなかったら、あ、届いてないんだなって思ってください。なんかねそんなことがあったらなんか嫌な感じだなと思って、ここでお話しさせてもらいました。はい、200人に100、よし、わ、どうだろう、ちょっと300に見えますが、という感じで、これからも時間があるときはVlog をアップしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。じゃあ、今日はこの辺で。バイバイ。